げえ。すごい。わ、めっちゃ可愛い。セントシロさん。めちゃめちゃいいやん、欲しいこれ。ジブリ好きにはたまらんなこれ。見て見て、これ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 見て、ヤックルがいる。ヤックル。かわいい。あ、すごい、フィギュアですね、フィギュア。紅の豚のグッズってマジでないよね。あ、すごい、かわいい。何が出るかわかんないやつだ。何が欲しいかわからない。何を買ってもいい気がする。どうしよう、上もあるみたいなんで上に行きます。あ、すっげー、超かわいい。かわいいな、またこれ。靴下が冷え性の僕にはぴったりだね。するはちょっとね、置く場所もないしやる気力もないっていうね。DVD 全部揃えるにはちょっとね、お財布の余裕がないからさ。めちゃめちゃ可愛い。これ何？日焼け止めね。なるほど。でもこれをカバンに入れて持ち歩いてる系ってどうなんやろ。キキも可愛い。エコバッグ、顔なしというバーバの手帳はめっちゃ可愛いな、これ。これも、もうね、僕は Google カレンダーに頼りっぱなしやからね。手帳書かへんからな。わからん。本当に何買えばいいかわからん。可愛すぎる、全部。一周回って何も欲しくないんじゃないかと思っちゃうぐらい。湯飲みも可愛い。可愛い。うちのお母さんがね、トトロが一番好きで、なんか買って帰ろうかね。今からね、イツキガーデンというね、カフェに行くんやけど、天空の城ラピュタっぽいカフェらしいんすよ。鎌倉駅の近くにあるから、今歩いて向かおうという感じです。天気がすごいいいんやけど、パーカーでもちょっと肌寒いなという感じですよ。いや、鎌倉はええな。みんなが鎌倉鎌倉って言ってる意味がやっと分かった気がする。トンネルの向こう側にあるみたい。トンネルを歩いてると千と千尋っぽいなと思うよね。気持ちいいね、緑が。久々にね、こんなにね、早い時間から行動してる。これはまだ寝てる時間ですね、僕。おお、ありました、宵月ガーデン。看板はあったけど、お店はどこじゃ。あ、こっち、あ、これね。あ、これ登るの、なるほどね。これを登るみたいですね。このね、奥にあるから、かなり森の中にあるからラピュタ感あるんじゃねっていう、ちょっと期待値は高まるよね。おお、こんにちは。クロワッサンサンドセットとスープ付きのやつを頼みました。で、飲み物は鎌倉なんで鎌倉ゆずサイダーを、ん？合ってる？あ、鎌倉ゆずサイダーを頼みました。
今座った席がこうレンガに包まれてて、ラピュタの城っぽいなと思いつつ、いただきます。おお、ちょっとうまそうすぎる。おお、うまっ。スープもいただきたいと思います。何スープやろこれ。うん、わからん。美味しい。壁がラピュタ城っぽいよね。まあね、あのバルスで崩壊しちゃうんだけどね。普通に何でもない壁で。ああ、いい天気だ。あ、うまっ。ウズサイダー美味しい。あ、幸せだね。いいね、癒されますね。ここまで来るのに100段ぐらい階段登ってきたから、上の方に来てるから、そういう意味ではこうラピュタに近づいてるからね、ラピュタ感はさらに増してるのかなと思いますよ。何を言ってるんだという感じですけど、僕がジブリで好きなランキングで1位がもののけ姫、2位がラピュタなんですよ。ラピュタ好きからしたら実際映像で見てるよりラピュタ感あるからすごいいいと思いますね。でちなみに3位は猫の恩返し、同率紅の豚っていう感じですね。どんぐり共和国に行って買い物をしたので、それをね、何を買ったか紹介したいと思います。まずこれはお母さんがトトロが好きやから、お母さんへのトトログッズを買いました。自分に買ったのがもののけ姫のハンドタオルを買いました。これめっちゃ可愛くない？これさ、刺繍っぽいよね。見える？これモロかな、刺繍神様でしょ。これヤックル。最近ね、僕ハンドタオルをね、持ち歩くとすごく便利だということに気づきまして、持ち歩くようにしてるんですよ。でもね、すごいダサいのしかなくて家にだからちょっと新しいの欲しいなと思ってたら、もののけ姫のやつがあったからね、買っちゃった。確か600円やったと思います。あと買ったのが刺繍ブローチコレクション。ランダムでこの絵柄のどれかが入ってるみたいで、どこに使うんだっていう話なんですよ。多分つけないだろうなとは思ったんやけど、可愛いから。こういうガチャとかこう何が入ってるか分かんない系ってね、僕買っちゃうんですよねさあ、この中だと僕は3が欲しいの。何が来るでしょう。お、キキですね。あ、可愛い。これいいね僕欲しいのは、マルコが欲しいんです。あまたキキでした。両方魔女宅っていうね。僕魔女宅のランキングで言うとね、6位か7位ぐらいなんですよね。キキが嫌いとかそういうわけじゃないんやけど、何とも言えない結果になっちゃった。僕の予想、これお母さんに欲しいって言われるからお母さんにあげそう。というわけで今日は鎌倉のジブリ旅をお送りしました。何歳になっても好きだと思う、ジブリはね。また機会があったら来たいなと思います。皆さんもよかったら来てみてください。また次の動画でお会いしましょう。